おかえりまさきファン、バンディです。今日は、筑波にやってまいりました。筑波にあるパン屋さん、クーロンヌさんの裏にいます。そして皆さん気になるのはこちら、バイクですね。このバイク、めちゃめちゃかっこいい筋肉質といいますか、すごくボリュームのある、めちゃめちゃかっこいいバイク、大きな車格のバイクだなって感じがすると思うんですが、マフラーがありません。マフラーがないんです。そう、これはなんと電動の二輪車 EV バイクなんです。今日はこれを試乗させてもらいにやってまいりました。すごい楽しみなんですよ。こちらのバイク、EV バイクはこちらですね、トレボラさんというメーカーさんが販売しているバイクでございます。あんまりやっぱ皆さん経験ないと思うんで、僕が経験して皆さんにお伝えしたいと思います。それでは体験していきたいと思います。はい、ということでバイクスタイルに変わりました。多分気温は今40度近くありますね、これね。で、これ黒で吸収して、そんなことはどうでもいいです。これとぴったりのコーディネートなんじゃないでしょうか。ちょっと靴浮いてますけど、やっぱり最初の走り出し、ここがね、一番皆さんに僕の感動というか、初めての、その感想みたいなのをね、お伝えできる部分になってくると思うんで、ここしっかり回していこうということで、今カメラを回しております。ちなみになぜ今日クーロンヌ筑波さんの裏で撮らせてもらってるかというと、ここにトレボラさんの、充電ポートが設置されています。クーロンヌ筑波さんでお召し上がりの方はこちら、充電させてもらえることができるということで、こちらを今回お借りして、ここを出発点としてやっていきたいと思っております。というわけで早速体験していきます。ほっ、私身長175センチ91キロでございます。足つきはベタつきの一歩手前ぐらいです。ここにステップがあるので、ステップがなければベタベタでつくかなという。それでは、あ、変な感じする。ここにブレーキないし、こっちにギアもない。本当に置くだけのステップっていう感じですね。うわ、これでもう走り出すのか。じゃあ行きます。おお、おお、めっちゃ静か。変な感じする。若干こう、どっちもつま先なんもないんで、遊んじゃってちょっと不安な気持ちになる。すっごい不思議な感じです。マジでなんだこれ。エンストの心配がないっていうのがすごい新鮮な感覚です。あ、このまま止まっていいんだっけってなりながら止まって、そのまますぐ発進するっていう、楽しいかも。ちょっと走りたいですね、行動ちゃんと。じゃあ行きましょう。すごい静か。普通のバイクだったらこれぐらい声出しても周りに声届くことないんですけど、今これ独り言めっちゃ喋ってバイク乗ってる人っていうのバレバレなんで、ちょっと恥ずかしいな。これだったら例えば今前に、これ販売してる販売者の方がね、誘導してもらってるんですけど、これだったら2人で例えばツーリングタンデムしてても会話できますね。めちゃめちゃ静か。でやっぱり癖でフットブレーキしようとしちゃうブレーキはここ、ハンドルブレーキが左右で前後になってると。いやマジこれ普通のバイクなんかよりめちゃめちゃ簡単ですね。左右の足が何もしなくていい。自転車より下手したら簡単です。これグーンってするだけで進むんで、まあ、バイクに乗ったことない人がいきなり乗って乗れるかっていうと分かんないですけど、フルスロットルで40キロぐらいまでピューって出ますね。いや、いいね。
ということで今、近くのね、公園にやってまいりました。これね、トレボラさんのマシン名はあるのかな。ということでこれを今販売してる方にですね来てもらってます。カール・モーランドさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。これ名前ってあるんですか。あります。これが、会社の名前。これはメーカー名。日本の、はい、そうです、あのトレボラっていう会社名で、はい、この形は SC モデル、うん、全部あるの部品は、うん、日本のスペックで中国でオーダーメイドしてます、はい、で SC モデルの中に、はい、これ5000ワットは SC プロ、同じシリーズの SC の中に、はい、RS8 と、うん、トゥーリング用の TR100 もあります、はい、これが8000、これ8000ワット、8000ワットで5000ワットです。乗ってみて思ったんですけど、どうですか。静かですね一つのメリットですよね。スポーツバイクなんで当然フルフェイスが一番いいと思いますけれども、はい、信号止まった時にとか自然のところに行くと、はい、風と自然の音聞こえるのはすごい、気づくことが多いです。そうですね、普通のバイクとは違う感覚がこの耳周りにありますよね。ガソリンエンジンのバイクでいうと何 cc のバイク相当になるっていう、5000ワットのモーターの馬力としては、はい、125と 200cc の間に、はい、計算も一応できますけれども、はい、車種台のを測ってみるとだいたい200のイメージで、日本だとまあ中型として 250cc 以下の全部登録してあるので、なるほど、5000ワット、まだ8000ワットでも250cc 以下っていうものになります、はい、県で決まってるの、はい、規格がありまして、はい、例えばここは茨城県だと、はい、あの20キロワットまでは中型、はいはい、それ以上大型になりますので、これが中型に入ります。そういうところがまだまだあまりみんな経験がないので、はい、値だけ見るとどの感じか難しい、だからやっぱり乗ってみた方が早いです。確かにそれは思いました。まず SC プロは、はい、まあ、おすすめっていうか、なんで5000ワットにしたのは、基本の通勤考えると、はい、あとバッテリーの利用考えると、はい、これちょうどバランス取れるかな、まあ、約キロのスピードも出せるし、パワフルな方が電気っていうのは消耗が激しい、まあ、それもあります。でバッテリーの容量は一緒なんですか。3つのバッテリーが選択できます。あ、選択できる、はいはい、じゃあこれとこれで同じ容量のバッテリー積んだらこっちの方が長く走れる。そうです。ああ、そうなるんですか、はいはい、でもエネルギー換算したら一緒のはずってことですもんね難しいところですね。結局電流の方が計算して、遠く出るほどっていうことは電流鳴らしてるっていうことはバッテリーから引っ張ってるので、出したエネルギーが全部距離に変わるわけじゃないってからってことですね。これがオードメーターでトリップメーター、はい、モードっていうのがここですね。これが P。P は、まあ、止まった状態でパーキング。パーキング、はい。R。R はリバース、バックするときに、ね、はい。これが普通のドライブモード。ドライブ。D。で、S はスポーツモード。スポーツ。ドライブ D にしてると2になって、S スポーツにしてると3になる。イメージとして2速3速。2速3速。カラーは今4種類がありまして。そう、4種類。さっき見てきた。これの他にオレンジとピンクの4種類あって、こっちのパワーでこのカラーでとか、こっちのパワーでこのカラーでっていうのは選べる。色が、お客さんの希望もちろん、組み合わせできますけれども、在庫あるの中に、選択なるものです。なるほど。オーダーメイドもちろんできますけど。ボディサイズとかは変わんないってことですか？全部一緒です。全部一緒ってことですね。SC シリーズのベースで。はい、ガソリンタンクみたいになってるじゃないですか。あ、そうですね。しかもここガソリンタンクの入り口あるじゃないですか、はい、これは一体普通のガソリンタンクのベースで残してますけど、はい、その中に今インバーター入ってまして、見られますか。あ、見えるかも。と、まあ、ソフトウェアも入ってます。ここを開けることはめったにないってことですよね。今ところないんですけど、はい、形状がこういう風に残ってるので、うんうん、なんか使えるようにできたら将来的に。あ、そうです。って感じですね、はい、今考えてます、うん、今ところがインバーター入ったところが 12V も出してるので、はい、USB もできる。あと Bluetooth も入ってます。アプリが渡してますので、その、Bluetooth とつながって、バッテリーとモーターの状況を全部表示できます。あと充電中は喫茶店とか休憩しながら充電すると、あ、今どんだけ充電できてるよとか、自分のバイクとつながって、はいはいはい、そうですね、制御するっていうよりはモニターするものっていうイメージですね。はい。あ、すげえ、こんな感じなんですね。自分のバイク、まあ、どういう状態か全部情報出てきてます、はいはいはい、バッテリーのカパシティは、まあ、ここは率でになってますけども、ね、はいはい、あと温度40度、めちゃめちゃ暑いですね、はい、今日は暑いですね。
でここはポジションが今ヌートラルになってますけど、うん、リセットして今 R 入りました。あ、ここも見られます。で走るときに、まあスピードもちろんパワー出力回転数も出てきますので、そういうデータとしても使えます。なるほど。だからここに例えばホルダーつけて、はい、こういうふうにやっといたら、そうですね、なんかいろんな情報を見ながらここにない情報まで見れるってことですね、はい、ということで、まあ、ちょっとかなり聞きたいことはたくさんあると思うんですけど、細かいことまで聞き始めるとキリがないということで、あのカラスも鳴き始めたので乗ってみましょうか。そうですね、乗っちゃうのが一番早いって言ってたけど、まだ僕乗り足りないというか、もうちょっと乗りたいなっていうところがあるので、今度はこっちの、出力が大きい方の 8000W の方の、バイク乗らせていただきたいと思います。本当に見た目かっこいいですよね。これずっと言っていいのか悪いのか分かんないですけど、やっぱり川崎の忍者っぽいですよねなんか変な反応になっちゃった。色んな部品がいろんなメーカー似てますけど、概要欄にですね、このトレボラのホームページにつながる URL を置いておきますので、そちらからぜひもっと詳しく知りたいよっていう人は連絡してみてください。そこで販売もしてるんですもんね。はい、と、はい、いうことで、あ、だから値段これですよ。まあメンテとしてはパッドとタイヤだけ考えてもらえば、それがまたそうなんですよ。それでは乗ってみようか気持ちいい。暑いからずっと走ってたよね。風を感じます。めちゃめちゃ加速いいっすよ、うん、すんごくいい。まあその2っていうやつですね、ドライブモードなんですけど、ここを今スポーツにする。すげえ結構パワフル。いや、これは気持ちいいよ。これってスポーツモードで走り出しもやっちゃっていいってことなんですか？大丈夫なんですか？あ、本当だ。あ、こっちの方が面白いかも。よりトルクフルというか、これで今60キロ出てるんだ。すごい、あっという間に出るな。やっほーい。こんちゃら。足が暇。足が暇。次右に曲がりますよ。今、スポーツモードで走っています。スポーツモードはね、よりこのアクセル操作がダイレクトに伝わる感じがして、非常にですね楽しいです。まさにスポーツモードという感じで、めちゃめちゃ楽しい。なんかこう重量感はあるような気がしますね。すごく安定感があります。すごくパワフル。これ意外とこうスピード出しちゃうと、その音がないことっていうのが気にならないというか、なんて言ったらいいのかな、スピード出始めちゃうと普通のバイクとそんなに変わらない。風を切ってる感の方はやっぱり強く出るので、そのやっぱりエンジンで走ってる時よりもすごくなんていうか、滑らかです。その僕のお尻とか体、まあ、そのハンドルですね、手から受ける振動っていうのは格段に少ないと思います。その音がないことも含めて、この道を掴んでる道に左右されて滑らかに走れるか走れないかっていうのが変わってくるかな。筑波はいいですね。バイク下道でもめちゃめちゃ走りやすい場所、道が多いです。プラネタリウム焼肉って書いてある。なんだあれ。プラネタリウム焼肉、プラネタリウムで見ながら焼肉食うんか。熱い。信号待ちが耐えられない。電気とか関係なくのぼせる。マジでのぼせる。あー、カメラの温度が高すぎます。出ました。僕の方のカメラは止まってるけど、こんにちは。気持ちいいです。クリーンな感じがしますね。本当に排気が出てない感じというか。250か、なんかもっとパワフルに感じるかも。
バイクのデザイン的にですね、こうすごく走るようなバイクなので、スピードを出した時の、怖さっていうのは全くないですね。意外と出てんだなっていう感じになります。あ、もう50キロなんだみたいな。で、後ろの人がびっくりしちゃうようなブレーキングをしちゃってる可能性はありますね。ということで、カメラが多分もう限界、こっちのカメラが限界なんで、戻りますか。はい。というわけで帰ってまいりました。楽しかったです。最初ね、このほんとちょっと走った時は、めっちゃ静かだっていうことが気になったんですけど、実際走ってみると、この受ける風の気持ちよさだったりとか、音、感覚っていうのがこう徐々に強まってきて、そんなに普通のバイク乗ってる時と変わらないような印象にだんだんなってきます。電動のバイクっていうのは僕はこれからどんどん増えていくんじゃないかな、それの先駆けになるんじゃないかな、この動画がそうやって先駆けだと思ってみんなのたくさんの人に見てもらいたい。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。トラバラさんの概要欄 URL ございますので、ぜひそちらからですね、もっと詳しく知りたいよっていう人は見てください。以上でございます。それでは皆さん、いってらっしゃい。